はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ロンドンとやってますけどね、朝の6時分かな、これが。ドカドカと言ってますよ。今日はね、ブリードラックさんをね、見ていこうと思います。そう、ブリードラックにね、ふわーっと寄ってみたらね、チラシが出とったんで、あ、そうか、ブリードラックさんはあるんだな、っていうことでございますね。もうね、今ね、資料でぐっちゃぐっちゃなの、もうね、床えらいことになっちゃってるんでね、あれなんですけどね。その V ドラッグさん、そう、惣菜コーナーがありますもんね。そっかそっか。ということでね、まあ、丸尾さんグループなんでね、丸尾さんが、のグループのところのドラッグストアで、まあ、惣菜コーナーも、そうそう、普段行く、松本とかね、あっちの方とか、の店とかだとあれだけど、でも、そっか、大華大の店とかだとね、結構、デリカコーナーもでかくね、取ってあるし、ああ、なるほど、あ、デリカ、そうか、あそこはインストアでね、作ってるやつもあったりするぐらい、なんか力入ってるところとかもあったりしますからね、あ、なるほどな、そっか、そっか、そっか、ということでね、あるならね、早速、それをね、見ていこうじゃないかというわけでございます。ということでですね、早速、見ていきたいと思います。お準備しながら、もう、しょ、なん、そう、これがね、ちょっとね、いろいろとね、チェックするときにね、大事なところもいくつかあって、よいしょ。さあ、こんな感じの、やつになってます。恵方巻きって出てますけど、まあ、比較的シンプル。というか、めちゃくちゃシンプルですね。4種類にまとまっておりますよ、ということでございます。各1本498円、538円ということで、もう値段もね、ほんと分かりやすくなっとって、大きさも全部13センチと、もうスパッと決まってますっていう感じですので、ね、分かりやすくいい感じになってますね。ということでございます。パーッと見ていこうと思うんですけど、最近ね、ちょっとね、気をつけないといけないのはね、こんな感じで、ちょっとね、もうね、贅沢恵方巻きは予約が締め切りになってるみたいです。多分ね、これね、1店舗だけじゃなくて、全店なのかな。多分ね、この感じからして多分、セントラル加工だと思うんですよ。お寿司工場みたいなところがね、ドカンと作ってあって、そこでね、パってパッキングしたやつ、多分チューブフードサービスさんが多分持ってるところだと思いますけど、のところからの卸しだと思うんですね。で、いうふうに考えたときに、一品目も売り切れってなってるっていうことは、多分これは、単純にもう、全店分の予定数量を、要はその工場で作れるショパンのところの予定数量のところにポンと足し合ったということじゃないかなということでございます。で、いうことなんですけど、あと大事なのはね、予約のね、締め切りがね、めちゃくちゃ早くてね、1月の22日に日曜日ということだったんですよ。正直言います。これがあったんで、急いで今これ日曜日にアップロードしてるわけでございます。これをね、知り入れたんですけどね、これ時系列的にね、まあこれを先にね、差し込んでやりゃいいかったんですけど、もう資料の準備とかバーッと始めとったんで、先の6本というかね、その2本ぐらい前の分ぐらいかな、金曜日にアップロードしとった分ぐらいのところからの資料がもうすでに揃ってたわけですね。さあ、差し込もうかなと思ったけど、まあ、これはね、やはりね、ポンと取ってきて、カッとやってきたとね、それバーンってやったらね、良くないということで、それはもう、シャーってやるしかないだろう、ビシャーってやるっていうことで、これを日曜日に忘れるためには、またギュッてやるしかなかったということなんでございますね。ということでございます。まあ、ステール理論ですけどね、こういうような感じでやってるんでね、ぐちゃぐちゃになってます。で、結果、朝の6時から、しかも今日6本目の動画、意味がわかんないですけどね、ということになってますけど、いうことなんで、これをね、見つけた方ね、あ、ぜひ、このブルドーグルさんのいいなと思った人に、お早めに、それで予約行ってくださいということでございます。マドモさんとはだいぶ違う感じになってるっていうのも、またちょっと面白いところですけどね。で、品目はそれぞれで見ていこうと思います。細かい品目とかを特に書いてないけど、贅沢恵方巻き、ですね、まず一つ目が恵方巻きってことで、っていう感じの恵方巻きですね。なるほど。これはちょっと売り切れになってますよってことでございます。やっぱり恵方巻きが一番人気だったんだな。で、二つ目が、ナムルと、牛肉の金箔太巻きってことで、やっぱ金箔も牛肉のやつが増えてますね。やっぱ肉系がね、人気あるっていうことになると、ここ大事なのは、V ドラッグさんは惣菜オンリーで、基本 V ドラッグさんって鮮魚置いてないんですよ。水産は置いてない、デリカ、
くと、ニッパイって呼ばれているような時代ですね。まあ、スーパー業界だったらニッパイって通じるんですけど、ニッパイ冷食ドライのね、ちょっと一部グロサリー系とかそういうのが揃っとるっていう感じなんで、生鮮品は野菜がちょっと浮いてあるけなんですけど、お魚は基本浮いてないってことで、水産を基本的に取り扱ってるわけではないので、ということで、惣菜、野菜のやつっていう感じになってきます。その結果、こんな感じで、肉系かなり多いですね。肉のキンパ風太巻きと、あとこっちも、エビカツ巻き、卵たっぷりタルタル、エビカツ巻き。と、もう一つも、極太、ヒレカツ巻きとか、いろんなからヒレカツドーンとあるのも、で、押してるのもね、なかなかないんで、あれですよね。いいかもしれないな、というところで、それが全部538円と。まあ、非常にシンプル、わかりやすいですね。で、3本買うとお得になります。1402円ってことなんで、3本で1590、1600円くらいでしょ？200円くらい安くなるのかなっていうことですね。結構大きいですよね。1本あたり、200円やったら3、6、6、70、65円くらい、ボンとバシュンってなるから、シャーってなるからいいですね。はい。もう使い出して何言ってんだって感じですけど、山田さん特徴としてあるらしいですね。使えてくると擬音が多くなるらしいですよ。って誰かが言ってましたね。ということでございます。まあ、シンプルなにね、これ、そんなに、特徴としてはそのサイズが13センチで、コンビニみたいなね、サイズになってる。バローさん、同じバローグループで、多分同じチューブフードサービスさんのところでデリバリーしてくであろう。バローさんの方のやつは、18センチってなってたんですけど、あっちはすまきで、これ予想なんですけど、18センチ、スーパーがだいたい18センチじゃないですか。で、コンビニがだいたい13センチで、によってその13センチになってるところのスーパーでもありますよとかっていうような感じですけど、見ていくと、多分この13センチっていうのが、海苔うんぬんっていうのは多分近いですね。海苔も多分13センチ近くになってるんだと思いますけど、18センチって何かなと思ったんですけど、あれ言ったっけ？寸尺法の兼ね合いで多分10分の1サイズのところでね、180とかで作ったりするんで、畳のサイズぐらいあるんですよね。糊の原型って。それをこうカチカチカチと半分とかって切って、作っていくと、多分18センチのサイズになるので、素巻きとかも、基本的にその寸尺法で作っとった。ですから、1号180とかになるじゃないですか。それと同じような感じですね。1号180、ミリリットルとかっていうふうになるんですよね。っていうのと同じような、理論だと思います。っていうのがあるんで、18っていうのが多かったんですけど、多分13っていうのは、多分機械の兼ね合いだと思うんですよ。今、多分これ全部ね、そのでやってるやつで全部正方形じゃないですか。これ多分ね、機械巻きだと思うんですよね。どうなんだろう。うちが知ってるのは、細巻きは、うちがいろいろとその飲食とか関わっとった時にも、細巻きする機械でもあったんですよ。で、多分その当時にも、あったはずなんですよね。その中巻きが巻けるような機械っていうのも。あったはずなんで、それで作ってると思うんですよ。その結果は多分この13センチで、その機械が多分横幅が13センチなんだと思います。多分18センチで相当でかいんで、機械で作ろうと思ってちょっと大変になってきますからね。っていうのがあるんじゃないかな。ですから、機械巻きでその大量でバッてやるよっていうようなところは、この13センチ規格、コンビニなんかがいい例ですよね。あそこは絶対機械巻きのはずですから。で、今回のやつも見てると、多分これ機械巻きなんじゃないかなっていうところでね、そういうようなところでやってるから、まあ、その場合機械巻きだと大量に安定して作れるっていうのがありますから、それでやってるんじゃないかなというところです。松本の店とかだと、インストアでの加工、常時は絶対もうできませんからね、バックヤードがないはず。あそこに調理用のバックヤードがあるとはちょっと思えない。あっちもあるんですよ。大洗の方の店とかはね、もともと1号館だったところの跡地に入ってるんで、当然、バックヤードにその惣菜用の、のね、広さがあるはずなので、あそこは、店舗敷地からここのところ、あそこら辺バックヤードを作れとかあるよねっていうところがあるんで、まあ作れることはないだろうな、ですけど、多分、もうそこら辺も全部まとめて、やってると思います。寿司は全部、あれになってると、チューブフードサービスさんになってますもんね。寿司のインストアは V トラックでは見たことないと思う。どっかにあるかもしれない。あったらまたちょっと教えてもらったらありがたいんですけど。私が追ってる感じだと、基本 V トラックは全部、セントラル加工で、
まあ、チューブフードサービスさんが持ってる、工場のところが、まあ、あとデリバリーしておって、で、大きいところとか、その惣菜が強いところは、スーパーの居抜きとかのところはね、インストアの加工のやつもやってるけど、基本寿司は全部セントラルの加工かなっていう感じなんで、そういうような流れなんじゃないかなと予想させていただいております。あくまでも予想です。まあまあまあ、結構それなりに根拠を持ってやってるんで大丈夫だと思いますけどね、という感じでございます。まあ一段もね、作ってみましたが、まあこんだけシンプルなのがね、ずっとね、ずっとこんなシンプルだった、本当はま寿司さんの時にも言いましたけどね、このシンプルが続いたらね、苦労してないんですけどね、この後ね、すごいのがハマってんだ。この4つ、538円、めちゃくちゃ分かりやすかった。ひもことがちょっと分からなかったら、もう書いてないです。で、ほうまきもこんな感じでやって、もう全部、はい、538円。分かりやすい。もうね、こういうね、分かりやすいやつはね、解説する身としては非常にありがたいです。まあまあまあ、どうしても、惣菜のね、そのインスタの加工するね、スペースとかノウハウとかそういうのを、ノウハウはまあね、バログループなんで別に、やろうと思いはできるところなんでしょうけど、まあそういったね、設備をね、各店に持たせるって言ったら大変なことになりますからね。まあある意味で、そのローソンとかがああやってインスタのやつをガッと増やしたりしちゃっても結構、手としては、頑張った手になったりするんだなぁと思いますけどね。っていうようなところとかもあったりする中で、こういう感じでやってますよってことでございますね。もうセットとかハーフとかもなし、13セットですからね。っていうところで、どん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 4センチという感じでやってるんで、まあ、超わかりやすい感じですね。で、予約だけ20センチ。これ多分そのセントラルのところで、その、社内セントラルじゃなくて、多分その、まあ、同じグループ会社ですけど、中部フードサービスさんに行くんじゃないかな。V トラック。の独自でわざわざそれのために工場を持ってるってことないと思うんで、別にグループ会社の中での話なんで、まあだからね、アピタがね、金見さんに振るような感じのね、中ですから、結局金見が他のところにも入るかっていうのがあったりしますけどね、まあまあそういうような感じでやってるということだと思いますので、ちょっと22、これだけちょっと早い。もう投稿日、この日の終わってやる。当日販売は多分ないと思う、ベイドラックさんは。そう、まあ、一応ちょっとあるかもしれんけど、その、他のスーパーさんみたいに大量にドーンと作ってさ、当日もお持ちしてますっていうのは多分そんなんできないと思うんで、惣菜コーナーがね、その、そんな言うても、置くスペース、まあ、弁当とかのところ、ね、サンドイッチとかが置いてあるところ、全部書いたとしても、っていうね、量が限られてますのでね、このあたりは気になる方は、ぜひお早めに、行ってもらっていただきたい。538円も安いですもんね。503で、バーの方で見てる、そうですね、全然もうラインナップが違いますからね、っていうところなんですけど、これは、538、パッて見てみると、あ、でもそっか、ローソンとかこっちの方のが、13センチの恵方巻きでもちょっと安いんだな。あ、そっか、コンビニの方がちょっと安いっていうのはあるのかな？あ、ですけど。もう一つかわからないから何とも言いませんけど。まあでも便利なとこにあったりしてね。ありますんでね。これも一つ、まあいろんなね、ラインナップが全部538円で分かりやすいところもいいと思いますし、ありなんじゃないかなというところでございましたね。ということで、まあ、グリートクラスさんは、簡単にね、分かりやすいところだったり、これぐらい締めて、ずっともう10分しゃべれるんだね。すごいよね。世の雑談系 YouTuber の人が10分間どうやって繋ごうかって、広告収入とかの金、ね、10分以上とか、今8分以上でいいんですけどね、8分以上にしようというので、どれだけ苦労するかっていう話とかね、よくしてる中ね、すごいですよね。よくそれ13分喋りません、ね。それは昔あれですよね。5分で伝えることの大切さっていう本が出た時に、これは素晴らしいって、5分で伝えることの大切さを1時間かけて喋ってみたっていうね、動画とかまで全く伸びなかったんですけどね。あれ、10再生ぐらいしか言ってないのかな。試しに見てみる。過去の動画でね、どれだったっけな。ひどい動画いっぱいあるね、しかし。懐かしいな。これだ。1分で伝えることが大切だな。そうそうそう。それでよくないわ。16再生です。これ、3年間寝かせて16再生ですからね。こうやって見てると、でも、この辺とか60再生とか、ね、こういったね、積み重ねがね、これ見ようとかね、少しはもう本当に数値当たるのね、根拠ですかね、ものすごく1400本ですよ、動画。
バカバカしい行動がね、しかもだいぶまた脱線しまくるしね、こうやってね、分かってる、言いたいことはもうね、分かってる、ですけどね、まあそんな感じでございます。さあ、脱線のやつね、もう一回まとめられたのがいいね、これ、グラグラと20分喋ってるけど、今やったら1時間にできそうな気がする。24時間ぐらいかける気がする。24時間耐久消化とかやってみる。なんだそれ。何を紹介するんだ。一からね、立ち上げしたときにね、東京で立ち上げしたんですけど、その東京で立ち上げしてるんですよね。実は新宿で立ち上げしてるんですよ。この作品。不思議なことにね、新宿で立ち上げ。そこに行く、至るまでの経緯とかね、これも話すと、すごく長々しいですけど、ぐにゃぐにゃぐにゃって、いくらでもビデオをつけて、プロローグのところつけられる、ますからね。なんならだってさ、マスコットキャラクターは1998年に作ってるんですからね。あれ、実はサークルができる2年前に作ってるんですから。2年前、3年前かな。中二病ばっさりの時に作ってますからね、あれ。キャラクター2000年、2000年ぐらいかな。昔はね、赤色だったんですよね、サイエン君、マスコットキャラクターが。そうそうそう。で、青色にして、ちょうどサーステイズのイメージカラーが青っていうような設定だったんで、プレゼントが緑で、ね、緑と青で言っとったんでね、そう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 。で、緑の方は、でもないな。そうでもないけど。まあいいや、違う。そういう話をする場じゃないの。恵方巻きなの。だから余計なこと言いすぎなの。10分で引き締めりゃよかったのに、そうすればこの後の編集も楽で、エンコードも早く終わって、アップロードがすぐできて、次の動画の準備ができるの、夜中に見したけど、っていうことなんで、やっていきたいと思います。西じゃない。12時だ。12時。まだ大丈夫。まだ大丈夫。間に合う。よし。次の動画が、実は品目が多くて大変なんだ。次回を楽しみに。1時間後に上がるかな？どうかな？ では、この動画は以上に締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。